しょう。はい、次です。仕事や家事をしながら小説を書くときに気持ちというかテンションをうまく切り替えることができません。テンションを維持するコツや書く前にやっているルーチンなどがありますか？特にありません。テンションがうまく切り替えられないというのは、なぜ切り替えられないかというと、それは生活がかかってないからです、ね、生活もしく生活がかかってないか、人生がかかってないか、どちらかです。いいですね。もしあなたにお子さんがいる場合、育児中の場合だったら、子供を育てるときにテンションがどうのこうのっていうことはあましないと思いますね。それと同じようなことです。人間、その生活か人生がかかっていれば意外となんとかなります。